手のひらゆがともみの木ひかるです。皆さんどうもこんにちは。はい、今日はですね、あよ、花組さんのショー一本、ちょっと久しぶりじゃない？そうですね、花組さんのショーってあんまり言うても喋ってないんですかね、うん、そう寂しかったわ。お待たせいたしました。本日は、はいはい、It's a Love Story。これね、ヤンさんとミキさんでございますわよ。そうですよ。ヤン、ミキさん、ね。四季をテーマにした、春夏秋冬でショーが構成されてるんですよね。うん、うん、そうそう。まず、春から始まって、そう、あれ、幕開きよね、やっぱりね。インパクトが大なのは。ヤンさんが。ヤンさんの女装でございますわよ。そう。幕開き一発目でトップスター様の、ね、が女装して、女装って言い方失礼なのかもしれないですけど、ドレスって。でもね、綺麗もん。綺麗。なんか、真っ赤な帽子かぶって、最初から大階段で出てね。そう。で、娘役さんに囲まれて、主題歌ね。チャララ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 ラチャララ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 ラね。結構好きよ。ね。美しい森は、みたいなですね。そう、これが、今春ですとか夏ですとか。あ、そう。秋です。それがこう展開していくんよね。そうそう、春の場面。そう。それが始まりの。で、あれやん。何やん。なんかバーカウンターみたいなのがあってあって。長いね。で、ちょっと小芝居入るでしょ？花組さん、お得意の、ミサノエル様とマヤミキ様で。そう。ね。この、なんかこの赤い帽子の女がタイプなんだ、みたいな。そう。じゃあ、ヤンさん、こう、男になって戻って出てきて、ね。そう。お前、誰、どんな女が好みなんだよって言ったら、あ、俺はこの赤い、もしの女こんな人かなみたいな。そう。かわいいよなみたいな。ね、そうそう、女やった時の自分やろ、あれ。そう、目は大きいし、みたいな。そっからガンガン歌って踊り出すっていう、もうダンスの花組。なんかやっぱバーカウンターみたいなって、その上で踊るとかってかっこいいよね。かっこいい。ちょっとなんか、コヨーテアグリっぽいと思って、コヨーテアグリっていう映画がね。あ、あったね。うん、カウンターの映画が。なんなんすごい好き。うん、何？私すごい思い出したのがさ、あの時マドンナの歌で踊ってて。あ、らしいね。私全然、マドンナの。ボーグっていう歌ね。あれ、そういうの前の、なんかの前奏で、ラー、ラー、ラー、ラブストーリー。なんかそんなんでヤンさんとミハルさんがなんかちょっと絡んでるやん。でもその後展開していくのがボーグの曲、ね。あ、ボーグの歌かな。もうそっちに気を取られ、これマドンナのボーグちゃんって手のひらさんに言われるまで全然、言われてもあんまり分かってなかったんですけどね。ボーグよ、あれね。かっこいいよね。かっこいい。ガンガン、もうミキさんが踊ったら次ミキさんも歌いみたいな。そう。ヤンさん踊りみたいなね。男役さんバー出たい、娘役さんも来てみたいな。そう。その後に夏の場面が来て、夏の場面はね、あれですよね、しぶきじゅんさんのなんかセンターの場面あるじゃないですか。あった。娘役さんに囲まれてるんですけど、可愛い。ね。そう。みんなでしぶきじゅんさん取り合いするっていう。そう。お前のコートだけが好きなのさ、みたいな。Oh my baby, oh yeah. この中に男役の3人がね混じってて、娘役になってて、チャリーさんと高見響さんと宝木メリさんと伊織直香さん。そう。でもさ、男役3人がこんな短い短パン履いては見えへんよ。すんごい綺麗なおみ足をね出してらっしゃるのよね。そう、あれいいよね。チャーリーさんパーン足ここまでね、さすがダンサーよ、美しいわよ、綺麗やった。あの場面好き、なんかやっぱ夏っぽいというか、なんかパーンってした場面ね、陽気な取り合いするっていうね。あんなん好きやわ。ね、そう。すごい人数やで、しぶき純才1対何人やねんっていうぐらいでね。取り合わすね。あれ好きやわ。ね、可愛かった。で、その後ヤンさんのね、場面が。ヤンさんやった？ヤンさんのなんか、何ですかあれ、森の、なんか雨の、雨の森やって何これ片言。森の中に雨のやつ？そう。月影瞳さんがね、ピンクでなんか妖精みたいな感じで出てきて。そう。で、ミキさんも出てくるっていう。ね。あれもちょっと不思議な感じやったけど。なんか花組さん
って結構なんか、うん、あの森で踊るシーンとか多くないですか？なんか私の勝手なイメージかもしれないんですけど、なんかヤンさんって森の中で踊ってるみたいなイメージがすごいあります。ね、うん、やっぱ、ね、やっぱヤンさんダンス綺麗し軽やかやからさ、ね、でまたミキさんのあの癖のある踊りとの対比がすごくいいのよ。うんうん、マッチしてる、ね、なんか違うものをなんか同時に見れる美味しさみたいな、うん、そう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 、なんかあの塩味となんかチョコレート同時に食べてますみたいな感じの美味しさがある。それ分かりやすい、ね、分かりやすい、 そんな感じよね、うん、それがいい風に口の中で混じって美味しいっていう、美味しい、美味しい、うん、っていうのがやっぱヤンミキさんですよね。そうですね。でも私その秋の場面が私は結構好きで、うんうんうん、秋の場面も結構ストーリー性があるんですよね。そう、あのシモーヌとジェラールでしたっけ、ジェラルド、えジェラルドやったっけ、ジェラルドやったっけ、うん、何でしたっけ、うん、なんかヤンさんとねミハルさん若い2人がねが出会ってなんか踊って名前なんて言うのって、ね、うん、なんか、まあ、ママに知らない男の人に電話番号教えちゃいけないって言われてるのとか言いながら踊ってるのがもうめちゃくちゃ可愛いんですよ。ミハルさんのもう三原さんもねダンス綺麗やからもう可愛いと思って、ね、でもそれがどんどん大人になってっていう、で最後おばあちゃまとおじいちゃまになるのよ ね、なんかヤンさんのさそういうちょっとコミカルな場面ってレアじゃないですか。なんかおじいちゃんになってあのやわらかい微笑みみたいな、これ、ね、これ三春さんの手持ってるんですよ。小杖に風優しくみたいなね。あれちょっとレアな感じですね。そう、うんうん、ね、ショーであれやったからね、うん、でもなんかちょっとそういうのもなんかスパイスになるから、うん、そう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 、楽しいよ、楽しいね。なんか全体的がストーリーになってるやん、まあ、言ってたらラブストーリーやから、うんうん、ーーで、うんうん、でもその中にさらにストーリーがあるみたいなね。うん、俺とか私秋の場面すごい好きなんですよ。ねえ、うん。でもミサノエルさんもちょこちょこ出てきてあのストーリーテラー的なね、やっぱいいよね、うまいよね。そうそう。ね、冬の場面、私冬の場面もね、うん、好き。冬の場面ってどんなやったっけ？あ、そうやあの。うん、前ミキさんがね、うん、あのこうシルクハートかぶってステッキ持って。そう、ラウニマフーン。なんか、愛の夢ってやつ。あの歌、結構私好きです。でなんか、ミキさん、なんかシルクハットとステッキで、なんか王道な感じなんかなと思ったら、結構ステッキ振り回したりするから。そう、こう回してたり。回したりね。で、後ろ娘役さんとかがいて。そう。娘役さんの衣装も可愛かった。可愛かった。ね、なんかラテンっぽいお衣装やのに、うん、こういうなんか綺麗な冬の場面みたいなんで、雪の場面か、あれは、うん。で、使われてる感じがね、よかったよね。そうそう。好き。で、うん、フィナーレナンバーとかも、うん、フィナーレナンバーがラテンなんやね、あれ。うん、赤の衣装とかで。赤、そうそうそう、ね。ヤンさんが赤の衣装で降りてきて、うん、あの、バー、バ、何だっけ？バーバルー、バーバルー。ね、あれ、バーバーバルーだけで。そう、バーバルーだけなんですよ。まあ、その後、ちゃんと歌詞あるんですけど、あれ、ラテンのなんか、有名な曲なんですよね。あるんかな、うん、まあ、もうあると思うけど、一瞬、ババルーって何やねんって思いますよね。え、めっちゃかっこいいんですよ。あの、大階段の真ん中で男役。あれ、娘役従えてるんや。そうそうそう、そう。やさそう。前で、ラインダンスがまだやってる時にこう降りてくるじゃないですか。うん、そう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 。あのパターン好き。ね。ね。前でやってる時に後ろからこう降りてくるやつ。そう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 。で、ね、そのババルー隊が、うん、ババルー隊がね、やってる時に後ろから今度ミキさんが、そうそう。男役引き連れて降りてきてるんですよね。ね、あのパティーン好きよ。いいよね。うん、あの流れ。うんうんうん。で、そういう、ね、まあ、ミキさんとかと、うん、男役さんとかで踊ったかと思ったら、うん、ほら若手の渋木純さんとチャーリーさんとかね、チャーリーさんチームがねえ、チャラルラチャラル、あれハンドマイク、その前にさ、何、愛香美玲さんとさ、 あるある海峡ひろきさんと大人の感じで歌うやつ、そうフィナーレの前やね、あれ、そうそう、だから前美樹さんのソンワルナウの前よ。冬の場面、なんか一気にちょっと清楚感がやっぱりね、うん、王道の宝塚のそのシルクハットだったり、演技服だったりで。ね、うん、なんか一気に雰囲気変わってすごい好き。そうね、なんかあのショー思ったんやけどさ、うん、なんかニコイチで出てくる人が多くて、うん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 、だからヤンミキとか、あ、はいはいはい、ヤンさんミキさんとかさ、うん、
だから海峡ひろきさんとタモさんとか、確かにセットになってるね。で、あとほらチャーリーさんとリカさ リカさん、確かに確かに、なんかいつでもこうニコイチで出てきはるみたいなね。確かにそうよね。うん、面白いよね。面白いね。はいはいはい、さあ、あの、まあ、まあ、しぶきじゅんさんとかの、うん、と、チャーリーさんの、あの、なんか、若手場面っていうんですか、なんかみたいなのがあるじゃないですか、軽やかなね。軽やかなね。で、あれ終わったら、あの、ミキさん出てきて、うん、あの、ヤンさんとミハルさんのデュエットになるやんか。そう、なってた。あの、雪の、冬の場面やのに、ラテンの曲を持ってきてるっていうのが。うん、あの、その続きのあれって、冬の。うん、だから、後ろには、あの、雪のセットがね、出てるんですよね。あ、そっか。だからその雪のセットの中でラテンで二人の中、赤のお衣装やんか、うんうんうん、情熱的なね、うん、赤やったよね、赤、うん、まあ、ミキさんだけ黒着てたんか、そうあ、そのなんか夏のラテンとイメージね、その冬の後ろ雪の結晶みたいな、ね、そのなんか対比が面白いなと思ってね、うん、面白いよ。でさ、最後やっぱイッツァラブストーリーって言ったらこれ名物ですよね。あの、エトワールのぐんちゃん。エトワールのぐんちゃん。すごいよね、あれ。あんな初めて見たよ。あの、幕が開いたら、あの、大階段にぐんちゃんいて、このドレスが全部、わーって全部、すんごい広がってるんですよね、男役の人がみんな、こう、端っこ持ってる。そう、周りからこうやって持って。6人か7人ぐらいで持ってるよね。持ってる持ってる。で、こうやって折れていくんよね、大階段。あったけど。あの、あれ、すごい衝撃よね。ほぼドレスやったもんね、大階段が。埋まってる、埋まってる。埋まってる感じ。埋まってる。あれはすごいよ。すごい。びっくりした。うん。ねえ。あ、で、あのパターンって、なんかあの、うん、あれ何やろう、なんか、ランジュトムさん、ランの花ちゃんが、ああ、なんか、あの、ヒョウ柄のドレス着てた時もなんか、うん、最初なんかすごいわって広がってたなってたあれ途中で短くなってたけど、ね、そうそう、あれでももっとでかいよね、うん、もうでかいでかいあれはでもすごいよ。そうだったね。でやっぱり前向きさん降りてくる時はこういう手でね、これで降りてきた降りてきた、柔らかい微笑みみたいな、手すげーと思って、なんか大階段からね降りてきたね、最後ね、すごいよね、なんか、あ、もうミキ様降臨って思うもんね。で、あの時のね、羽なんてさ、うん、なんかまん丸の羽でね。あの、当時やっぱナイアガラとかはないんですよね。なんか今は結構トップさんにはナイアガラが後ろついてるみたいなのが常識やけど。めっちゃ豪華ないけどね。あの当時はいろんなパターンの羽タイプがあったから。うん、なんかこう、ね、天使さんとかみたいなあったりね。天使さんちんちゃんはなんかこう羽のね。あー、なんか翼みたいなね。そうそう、翼サジタリウスやろ。そうそう。とかさ。うん、あの、天海祐希さんね。天海祐希さん、こんな丸いやつとかね。エキゾティカの時みたいな。だから本当に、なんかね、やっぱ90年代、なんか、やっぱりこんなんやった。なんか今とやっぱ全然違うなっていうのを、なんか見比べてみても面白いよね。面白かったね。うん。でも、いつラブストーリー、なんかあの、私、個人的にはすごい、うん。いいよね。うん、すごい好き。面白かったね。うん、楽しい。面白い、思い出した、また。うん。うん、あの、ね、ぜひまた見ていただきたいと思います。思います。あれ何とついやったのかな、ベイシティブルースかな、あ、そんな感じだと思うね、うん、そうよね、うんうんうん、あのぜひあのヤンさんのあのダンス力とミキさんの個性的なのとミハルちゃんの可愛さとしぶきじゅんさんのコッサと相川みれさんのね、あのちょっと若手時代のシュッとした感じとかね、そうチャーリーさんのダンス力とかもいろんなもの楽しめるよね、ね、ぜひ見ていただきたいと思います。それでは手のひらありがとう、もみの木ひかるでした。じゃあ、ありがとうございました。ラブ、ラブ、ラブ、ラブストーリー。